だって前方後円墳の四角いところが小さいやつって書いてあったよ。作り出しで。あれじゃないじゃん。今回のゆる古墳は三重県鈴鹿市にある藤山1号墳です。5世紀後半に築造された全長63メートルのホタテ貝式古墳です。作り出しがあり、後円部にくっついた珍しい構造です。鈴鹿市国分町は考古博物館もあり、公園内は国分寺跡が残っています。レインボー会館に泊める予定でしたが、日曜日で閉まっておりましたので、菅原神社の方に泊めさせていただき、そこから歩いていきました。到着口は公会館の駐車場。こっちは神社？あ、これがレインボー会館ですね。の駐車場。ここに泊めて歩きます。あ、これじゃない小道。行けそう？あ、すごいね。開けてる。綺麗に。カットされてます。発掘調査をした後なので。よいしょ。今日は石室はなしと。うん、残念。あ、調査中って感じやな。あ、取れる？さあ、案内板を見てみましょう。じゃん。藤山一号墳ね、大岡の大塚とも呼ばれていて、奈良時代に建立された伊勢国分寺跡があるが、大岡の一族が貢献したと。さっき見てきた伊勢国分寺跡で、この一号墳は前方後円墳。今はこれだけかな。さあ登ってみよう。おー、冷気早いね。前方後円墳だけど、前方部の小さいホタテ貝、あれ何だった、これが丸の部分かな。よいしょ。竹もすごい切ってある。ここはお墓ですって書いてある。ここはお墓です。今日何、これがあれ、わからん。砲墳崩れたんかな。これが円墳？ここが。わからん。あれ、ホタテ貝は？ホタテ貝。前方後円墳の四角いところが小さいやつって書いてあったよ。作り出しで。あれじゃない？じゃあ。でもここじゃん。満足です。なんて、なんでこと。序明天皇のお母さんが関係してる古墳ですよ。あ、ここお墓ですが、またあった。ほら、あ、ここがくびれじゃない。おお、前方後円墳も分かるといいかもね。大和みたいに降りれますか？大きな木が生えてたよね。おいで、気をつけておいで。まあ、鈴鹿市だとこのぐらいかな。前方後円墳の大きさ。よいしょ。あの森みたいになってる。前方後円墳が見たいものだが。一号墳って書いてある。ここだよ、こっちから見たらわかるよ。そうだよ、きっとこれ自体このくびれのとこなんだよ。ここも全部古墳なんだよね。わかりにくいから案内板が欲しいとこだけど、まだまだ勉強不足やな。初心者マークつけとかな。古墳初心者マークのシールが欲しい。あの若葉が古墳の形になないよ、前が今言っただけで。かわいいやん。名刺に古墳つけとこうか。あ、何神社？菅原道真猫？え、本当に？あれ、案内板？これ何もないけど、菅原神社。あ、大きいね。あ、この人？
をいただき、姫のまぶたはやや膨れ気味、長いひげ、確かにひげが可愛い。よし、ここでいいかな。